科学第二大旧子は科学第一大旧子の遠心にある大薄場。近心側隣接場は科学第一大旧子遠心側隣接場は科学第三大旧子となっているが、科学第三大旧子が正常に放出しない、あるいは先天的に欠損している人が近年増えてきており、これらの人々にとってはこの歯が最遠心の歯となる。対合場は上学、 第2大休止である。価格、第2大休止の葉の機能は、他の薄葉と同様、咀嚼中に粉砕することである。通常は、価格第1大休止と同様に後高頭で2つは、強速、2つは絶速、残りの1つは、遠心側にある。ただし、遠心側の高頭が欠如して4高頭になっている、場合も多い。価格入球止と機能は似ているが、形態は大きく異なる。 また、第9子より、前のすべての歯と異なっている。2.5から3歳で石灰化を開始し、歯間の完成は7から8歳頃、11から13歳で、高校に放出し、14から16歳頃に仕込んだ、完成する。日本では、一般的に、左側を左下7番、右側を右下7番と呼ぶが、このほか、左側を18、 右側を31とする表記法や、左側を37、右側を47とする表記法も、国際的に知られる。元河原 P53、ありがとうございます。